俺多分最初やっとに会ったのって小学生ぐらい、小学校小、高1だから、タクが高1だから6個下、小5とかそうだよね、小5小4とか小5とか高学年、そうだね。この2人、高校サッカーの名門鹿児島実業高校の先輩後輩の中というわけで、大先輩前園が日本代表新監督や、さらには遠藤選手の引退論などとことん突っ込んで聞いてみます。あとまあちょっとね、あのサッカー界でも気になってるんですけども、まあ、監督、ああ代表監督ですね、代表監督、はい、この辺も よく聞かれてると思うんですけれども、はいはい、どうでしょうか。まあね、アギレ監督はちょっと短かったですけれども、はい、実際やってて楽しかったですわ、うん、アギレさんはね、本当にサッカーに対する経験値もね、代表監督としてはずば抜けてましたしね、もうやっぱり言葉も巧みに使えますし、練習のメリハリもものすごく効いてて、はい、うん、あ、やっててこの人飽きないなと思いました。それはね、取材してるその記者の方たちもみんなそういうふうに言ってたんですよね。見てて練習は面白いっていう、楽しいですね、バリエーションもあってっていう、うん。今ね、ハリルホジッチ監督がっていう、まあでも選手からすると、うん、いろんな監督とやることによって、うん、自分のサッカー人生が変わってきたりとか、考え方がこう付け加え、うん、味付けされていくっていうか、うん、引き出しが増えたりとかするので、うん、それはたくさんの監督とやりたいとは思いますけど、うん、それは代表の監督であれば、うん、それは長い方がいいんでしょうけどね。うん、有名であったり経験値がしっかりあって、有名で経験値があってなおかつ面白い、まあ、なかなかないですけど、ね、面白いってサッカーがね、サッカーがね、サッカーに対してが面白い、うん、はいはい、そっちですね。トークが面白い方もいいんですよ本当はね、うんうんうん、そう考えたら日本人が一番いいんでしょうね。やっぱ通訳がいるのといないとではちょっと違ったりね、全然違うと思いますけどね、うん、うん、なんでそんな慌てる必要があるんだって僕は思ってますけどね。私と同意見じゃないですか。マジですか。やっぱ先輩ですね、やっぱりね。僕もそういうふうに公言して、そんなに、まあもちろんね、はい、6月にその予選っていうのはありますけれども、はいはいはい、じっくりとやれればいいと思いますよ。変な話、半年ぐらいかかっても僕はいいと思ってますけどね。同意見ですよ、僕と。マジですか。はい、先輩の背中見て座ってます。全部後出し。違う、監督じゃないですかね。事前に言ってましたから、選手なんで。そういった意味でまたこうシステムも変わって、はい、もしかしたら選手も変わってきたりする、うんうんうん、いやもう選手は絶対変わるでしょうね。やっぱり監督によってね、好き嫌いありますし、またそういう意味ではリーグでのその結果であったり、はい、パフォーマンスっていうのがまた重要視されてくると思いますし、そこはまた全員にこうまたチャンスが出てくるって可能性ありますよね、はい、ありますね、まあ、年関係ないですからね、うんうんうん、やっとは今いくつでしたっけ。35か。35です。そのオフシーズンだったりの過ごし方とか、はい、シーズンに向けてのこうトレーニングとか、うんうん、それもやっぱり昔からそんなに変わってない、マイペース、そんなに変わってないというか、やらないですもん。へー、別休みずっとだ、カズさんみたいに、うん、もう早い段階からこう体を作ってキャンプインするときには、まあ、ほぼベストみたいな。僕ゼロですもん、キャンプインの時。いや、僕この番組でね、今シーズン1月にキャンプ一緒に行って、2日間早朝午前、あ、行ってたね、行って、あ、行ってたね、あ、そうそう、なんか出てたよこの番組ですよ、だから、あ、そっか、グアムだっけ、グアム、グアムでしょ、そう、もうなんか見たような、もう本当にゲロ吐きそうな、すごいですよね。で、言ってたのがもうもうやめたくないというか、そのイメージつかないと、自分がサッカーをやめるのは。で、カズさんでしょ、うん、でもグラウンドの中でそのまま走って倒れて死んだ方がいいって言ってた話。ああ、マジですか、うん、かっこいいっすね。それはないっすね、それはない、うん、楽しく、楽しく、楽しく、それはサッカーが楽しいから、うん、カズさんそう、もちろん、もちろん、俺はもう旅行とか行きたいっすもんって。旅行、旅行とか普通に行って楽しんで死にたいっすもん。なるほど、ね、でもあの年までは無理っすね。無理、絶対無理っす、俺の気持ちが。そういうの想像するの、なんか自分いつまでやるのかなとか。今のところないっす、ノープラン、ノープラン、ノープランっすね、うん、
何歳までやるんだろうって逆に思ってます。思ってる自分で、うん、周りから見ればどんどん世代交代していかなきゃいけないみたいな感じですけど、うん、はい、まあ、それに反発しようかなと思って。なるほど、ね、あ、それ大事だよね。でも ね、まだまだまだいるぞって いけるとこまでは。もう怪我とかもあんまないんで。そうだよね、大きい怪我ないもんね。ありがたいことね、はい、うん、ここでサッカー以外の質問もしてみました。まあ、サッカーの番組だけじゃなくていろんなこう、はい、ね、はい、ニュースだったり話題を取り上げたりしてるんですけど、はいはいはい、ここ最近の話題でいうと、はい、まあ、スポーツも取り上げたりしてるんですけど、こういった話題がこうちょっと中心にあるんですけれども、はいはい、なんか気になるのとか、なんかこれでしょうやっぱりね。いや絶対これでしょう、桜島。そんなのは興味ないっすよどうでもいいと、ロナウド非常にね、こんなどうでもいいと消しちゃおうと。あと面白いですね、頑張ってますね、やっぱり同じスポーツで、うん、いやでもテニスほとんどやったことがないから、うん、凄さが分かんないんですけど。でもあなた聞いた話だと、1年にずっとゴルフ全然やらなくてオフシーズンでやって80台出すって聞きましたどういうことですか。いやいや僕なんか月2ぐらいずっとやってるのに80台出ないんですから。センスないんじゃない。えセンスないそれを言っちゃおしまいでしょいやいやいや、ゴルフ、いやそれはびっくりしますよ。まあこれ今出ましたけど、 やっぱり地元、もうこれですよ、もう地元っていうかもうあなた住んでますから、家ですからね。まあ灰が雨のように降ってくるなんてしょっちゅうでね。しょっちゅうで、うん、まあこう見たらなんかすごいのが起きてるのかなとか感じになっちゃうけど、感じになっちゃいますけど、僕らとしてはまた噴火、まあね、また噴火したかみたいな、うん、ありがとう。